今日はこちらのマイカ、庄内産酒田港で上がってるマイカです。庄内浜の魚のさばき方をプロから学ぶさばける塾、今回は初めてのオンラインでの開催です。海と日本プロジェクト。講師には水族館内にあるダイニング沖水木の須田料理長を迎え、庄内浜で通年取れるというイカのさばき方を教わりました。皮を剥くのに若干時間はい、コツをお願いします。乾いたペーパーを使えば皮も滑りなく綺麗に取れると思います。軟骨ってどうやって取るんですか？あ、軟骨は、あ、それ、その白い透明な部分抜きます。はい、はい、抜くだけですか？もうピッて抜けばいいですか？お、あ、綺麗に取れましたね。お、うまい、うまい。え、軟骨でかくないですか？なんか県内の各地域から参加した10組の参加者たち、画面越しにコツを学んで上手に刺身にしていきます。そしてもう一品、イカを使った料理が完成。こんな感じ、こんな感じ。 ありがとうございます。一人でも多くさばける人がいるってことはとてもね、嬉しいことですし、ね、もっと魚を食べてもらうような環境を作っていきたいとは思ってます。自分でさばいたイカ料理の味は格別。あ、すごい楽しそう。美味しいです。美味しい、バッチリ、はい、バッチリです。この日もまたさばける男子、さばける女子が増えました。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もぜひお願いします。